最初のあれが見たい。30秒前。20秒前。10秒前。シニア男子12キロ、58名の選手が一斉にスタートいたしました。2キロ地点を通過。2分53秒、ラップは2分53秒。よし、頑張れ。先頭は早稲田大学の平君、続いて住友電工の高田君あたりを先頭集団で、ホーム前を通過いたしまして、正面に10位がいます。50秒で、4キロ地点を通過をしております。11分50秒。2分58秒、2分58秒で通過です。先頭を走りますのは金棒の白田君、続いて1030番、1030番は沖森君、 LTT 西日本。17分51秒、17分51秒。2分56秒、この1キロは2分56秒。コースの後半はやはり現在先頭集団は12名。1004番、地元九電工の東君も3番手に余裕を持ってついております。このシニア男子12キロ、上位6位までは23分55秒、23分55秒。2分58秒、2分58秒。1034番は山口君、愛三工業が先頭に出ました。そして鬼塚君が第2位、そして東君、宮殿の集団が5名から4名になろうとしております。いよいよ最後の1周。3月26日ウガンダカンパラで行われます世界クロカンの選考レース。東君頑張れ。29分55秒で10キロ通過。この1キロは2分56秒、2分56秒。東君、そして鬼塚君、頑張れ。どちらも頑張れ。さあ、胸の坂、どっちが勝ったか。さあ、どうか。分かりません。こちらでは分かりませんでした。あ、鬼塚君に1のカードが首にかけられました。ほとんど差はない。どちらもよく頑張りました。もう一度両者に盛大な拍手をお願いします。素晴らしいレースでした。地元九電工の東君、そして福岡大牟田高校出身東海大学1年生の鬼塚君、おめでとうございました。36分07秒前後のフィニッシュです。第3位が山口君、愛三工業、そして第4位は